さあやっていきます。あ、ヒロソビ捉えちゃった。まあ正面から言ったらこうなる罠、罠だけにか。えい、装備はこの先に送られたみたい。小崎さんいるし、なんとか進めないかな。1号ってたまに無茶言うよね。ここまで練習していたんでやっていきます。こうやって小崎とこう協力して進んでいくステージですね。ここ真ん中に一旦投げるんですよ。で敵集めてから次バレてからこの上叩いてやる。そしたら一体残ったんで、ちょっとこいつは叩きます。これやり直しがねめちゃくちゃ大変なんですよ。ムービー見ないといけなくて、3分ぐらいあるムービーなやり直してるためにちょっと見ないといけなくて、ちょっとそれがちょっと大変なんで、ちょっと妥協します。すいません。まあある程度攻略ルートはねもう覚えてきたんで、ちょっとまあ、やっていきます。こうやってね、鍵集めるんですよね、次。ここに鍵があるんで、まあ、この鍵を回収していきます。まあ、こうやって道なりにね、進んでいったらね、こう、金網があるんで、この金網、まあ、道なりに進んで降りてって、ここ、これ割って、上に登っていくと。で、こいつはもう無視でいいです。こう割ります。で、上がってて、まあ、鍵取ると。で帰ってきまして、こっちに道あるから、あのコロコロを転がすんだけど、途中でこいつをいと止めて進んでいかないといけない。ここをやる。こっち登ってく。でグリルが帰ってくるの待ちます。本当はねグリル止めてあのコロコロ下に転がすんだけど、ちょっとムービーが長いんで5分ぐらいあるんでこんぐらいにしておきます。こう進んでって、これで2つ目の鍵ゲットと。でここ取って、でここ取って、でこれ一旦回します。でこれ乗ってあげて、あこうやって壁塗ってあげて、でここに小鮭置いて、まあ、こうやって進んでってあげると。よし。でここね、まあ、こうスピナー出てくるんですけど、まあ、こうやってコロコロがして全部倒してあげることでここ開きます。で進んだらこう上からねもうスナイパー出てくるんで、これはもう小邪気でもうやってあげる。 で鍵ここ出てくるんで、この鍵取って、でここ開けてクリアです。ちょっとすいません、妥協します。ムービー長いんで。でこれでおしまいかな。 OK。 お、これで武器ゲット、ヒロ装備戻ってきたよ。この先も罠があるかもしれんし注意していこう。あれまだあんの。あ、ちょとりあえず進んでみよう。いや終わった。これで2に行くのかな。お、ストーリーだ。装備取り返してよかった。さあ先を急がんとあかんのやろ。よし、3号どこか中に入れそうな場所を探せよ。OK、探します。お、なんか言ってる。クマさんとやらわしを縛りつけてどうするつもりじゃん。また一個、私はこの地球に生きる全てのものを救うのか。君は地球の代表としてその手伝いをしてくれたまえ。これ下降りてっていいのかな。あ、全てのものを救うじゃん。よう分からんがさっさと罠を解かんか。安心するですぐに自由になれるよ。あ、これか。来た。これでナンバー2に行くと。